あなた方にとって大切なのは修行に打ち込むことはもちろん、教祖たるこの私の言葉に忠実であることが最も重要なのです。どうして君はこの教団に？三大欲求を貪るばかりの低俗な霊覚では地獄へ逆落としとなることは確定していると言っても過言ではない。どうしたら私は救われるでしょうか。教祖様ですら昔、私たち同様下脱への修行に苦しんでおられたそうだ。だが日本は米国の奴隷と言ってもよく、政治も経済も崩壊を続けている。世界最終戦争、アルマゲドンが目前にまで迫ってきている。宗教、己の霊覚を高めることのみならず、世界に向け平和を提言し、その実現に向けて具体的に動いていくということも一つの大きな活動である。一日も早く悟れる仏とならねばならぬ。この腐敗した世界を救うには、お前たちを置いて他にはいないのだ。良いな。はい。あなたは性欲が強すぎるので。そんなことはないと思います。離脱者であるこの私まで騙せるとは思わぬ方がいい。誰もが受けられる修行ではないのだ。何をそんなに嫌がっておる愚か者が。林だ。なぜ呼ばれたのか分かりますか？お願いします。教団は貴様を指名したのだ。同僚のやらかしたことでは責任は全て貴様にある。ほわ。あなたは修行をしながら生きている意味を知るのです。生きるの地獄、死するの地獄、人生が地獄でも君がいてくれたんだ。夢に敗れ挫折をし、女人にも愛想を尽かされ、失意のどん底といえる廃人であったゆえに、この教団に入信したのではなかったのか。見つけたんだよ、生きる意味。